これねすっごい頑丈なのさすがね踏むだけあってなんかねバリバリのあれで作られててこれだったらねうわきたと思った時にガンと踏んでも大丈夫例えばですねタカシちゃんが自分の部屋でですねさあ今日も元気よくするかと。 まああのそういう人はアキバビショットラインを見ながら隆さん、おやつの時間よお母さんが来るわけですああね、で、人間ね2つのことを同時にすることは何とか可です3つのことをすることはできないプラスアルファ何かをしつつこのアキバビショットラインの画面を消すのは難しいところがでこの USB のフリメルがあればこれがあればあればこれですね ちょっとで、タカちゃんはですね、なんだよママはなんだよ。部屋に入ってくるなって言ったろとか言って。はい。何事もなかったか何事もなかったかえちゃんとズボンも上がってきはい。あそれ用のペダルいや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 そんな、そんな失礼な話やはならんでしょう。で、これがですね、3つですね。ええ USB トリプルフットスイッチ。今大人気秋葉原。 隠れたヒット商品になってる。隠れてないっす。隠れてないすあの、入ったらボコボコ売れるそうです。なぜだショップの人が思うぐらい。みんなハハ言いながら。ハハ言いながら。ハハ言いながら。キーを、キーボードからキーを入力してるんだけど、えこうちょこ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 とマウス操作が必要な場合、あの、例えばページ送りとか。なるほど、なるほど。そういう世界。そういう世界の時にこれですよ。なるほど。あとは例えばゲーム。例えばその武器の装備を交換するとか。 そういうのを全部これに当て、はめちゃうんですね。これは3つでしょ ?3 つというのは、志高き、ゲームをやろうとか、アプリケーションを使おうとかっていう人々が、あの、選ぶべき、あの、アイテム。で、ところがこれ1個のバージョンなんですよ。あ、なるほど。はいはい、1つ。1個のバージョンはですね、ちゃんとですね、ボスが来た時のためのですね、あの、オフィスワーカーたちの。はい。エマージェンシーペダルそう、必須アイテムと。はい。 音に関してはですね、ええ、例えばですねああっ <laughs> そうごまかす <laughs> そう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 あの大事なことまでもう一度、えー、実演しておきましょうか当 <laughs> をクリックしといて F4 となるほどで,ですねえ音、ー、をクリックしながら F4 となるほどで音をチェックしたまま F4 とあ全部それでセーブと <laughs> これでですね、えー でこれを見ながらかしちゃんがですね、ははは言ってるわけですよ、もうどれを踏んでも大丈夫、どれを踏んでも大丈夫、ほいっ、おっ、はいそうで、これはですね、今回の本ネタではございます、そうなんですか、今回の本ネタはですね、これ、前座だったわけですね、そ失礼じゃないですか、USB トリプルトリプルフットスイッチに対して失礼でしょう、まあまあ前座なんですけどね。 イススディカバリーこのメーカーがですねほんの数年前にできた台湾のメーカーで出た時にですねサーカスと読むのか何と読むのかシーカスということが分かりましたシーカスはですね N4200 を買ってしまいましたそれって何でしょうこれはあれですかね書いてないもしかしてストレージ系ですそうでございますいわゆるですねナスナスはい ネットワークアレストレーシー。あ、はい。うん。なんですよ、これが実は。<ー>えー、でですね、えっ、ー、と、久々にですね、あのー、すごいナス買っちゃったっていう。すごいナス買っちゃった <laughs> ずっとね、あの、テラステーションっていう、ワッファローさんのやつ、はい、あれが良くて使っずっと使ったんですけど、はい、まあ、もうそろそろ耐用年数だろうし、<ー>あの、中のハードディスクがね、はい。あのー、で、あと、容量もやっぱり小さくなってきたんで、ちょっと、 買いたいよったというのでですね、実はバッファローさんのやつも買ったんですよ。バッファローさんのも買ってですね、2代目というか、買って非常に満足してるんですけど、そっちの方はですね、テレビ録画用にだけ使おうと。それと、仕事用のナスが必要だなと。それも勝手な解釈ですね。いやいや、何をおっしゃいまいい分けたいわけは用途。そうですか。なんとですね、これがですね、インテルのですね、 デュアルコアのアトムが入ってる。いや、もう我慢しきれなくなって。ほえ。N4200 が出た時からずっと注目したんですけど、ずっと我慢したんですよ。何かの理由をつけてですね、これが欲しくて欲しくて。それでその理由を捻出したわけですかそうですよ。これがですね、えっとですね、今上でつながってます。あっ、はい。上でつながっていくので、実はですね。で、これでそう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 、ここで。 発見できたわけでですよ発見きたんですがこれでいるなということはわかりましたいるはい今これは割り振ってあるんですね IP アドレスをそれでえいやととですねこれがコントロール画面ですへえコントロール画面クールじゃないですかねクールですよねかっこいいですよねでこれでアドミンはい。ここはですねパスワードですねこれはデフォルトままなんでアドミンと これはあの後で変えますよはい、っていうことで、こうやと。なんと、えー、累積稼働時間がまだ十四時間ということでございまして、ピカピカの。ピカピカの。はい、はい。これがちょっと理由があってですね、えー、あの買ってちょっとテストしたんですはい。でそれで、全くリセットして、うんうん、であの今回の撮影に備えてですね、あ,はい、あの、えー、昨日ですね、昨晩十一時ぐらいにレ0度6、うん。 組んんだですねところがですねこれがですね今ですねストレージ様をディスクについてなんと2テラを4台入れました12341234すごいですね2テラ2テラ4台ですよへえもうニクロテスラもびっくりっていう2テラを4台入れたんで8テラすごいですねで当然この N4200 っていうのはレード機能対応ですよ0ド015610 レイド5っていうのは最低3台のハードディスクでパリティーを分散して持つんですね1台飛びましたって言ったらそれ引っこ抜いてポソッと入れて自動的にリビルドかかるんですよところがやっぱり心配性の人が多くてレイド5はいいんだけど2台飛んだらどうするの二2台飛ぶとお釈迦なんですよそこでレイド6っていうのが出て2台飛んでも大丈夫だって。 で状態はヘルシーということでございましてですねでディスク使用ディスク1234で総容量は2台飛んでも大丈夫っていうことからも何となく分かる通り半分になっちゃうんですけどただだけど2台飛んでも大丈夫ですこれの要するにビルド要するに。 こう、レイド6を構築し始めたんですね。うん、で、8テラもあるとですね。えーえー、なるほど。えー、どれくらいかかるかっていうと、約半日かかる。すげ、ね、ええー、え。<ー>で、半日プラス数時間の14時間な。なるほど。そう。お<ー> <laughs> えー システムネットワークというところを見て、ワンとランってあるんですけど、はい、一応こういうふうに名前を振ってあるんですが、えー、要するにギガビットイーサのポートが2つあると思ってます。そのギガビットイーサのポートを、はい、えーとハブにつないで、はいえと、両方使ったりとか、片方がダメになった時、片方を使うとかってやるんもでき当然ですね、あとはですね、もうもうこれ言い始めたらもうあれなんですけど、UPS、え U あの無停電,電源装置にも対応してる。おうおうそれからあとですね、えー、アプリケーションサーバーをちょっと見ようか。 i t u n e ンのサーバーにもなるしプ、はい、リンターにもなりますと<う>でこれが ISO、ね、マウントと言って、はいはい、でこれがですねあの DVD だとか CD を、はい、あの ISO をイメージにするじゃないですか、はい、それをマウントして見ることができる当然のごとくですよ、えーえー、FTP サーバー。 ウェブサーバー。はいはいこんなのはもう当たり前ですよ。ええ。おらよ。そうだよ。あの、そう実物見せろないかどういうもんだかがことですよね。ええ。ちょっと待ってください。あ分かりました。これですね。これですよ。高級そうですね。超高級。超高級。七えっと私が買った時き七万九千円。おお。 プラスハードディスクハードディスクは1万3000円ぐらい 1>, 1台 1> ということは、えー、と4台で4万あ5万2000円あ<ー>でここを開けると夢のような世界が広がるわけだ、はいはい、なるほどでねこれ面白いのがこの穴位置を見てもらうと分かるんですけど、えーえー 3.5インチハードディスクの場合、ここで止めるんですね。で、ここに実は穴があって、2.5インチ。SSD でもハードディスクでも使えるなるほど。でですね、まあいろいろですね、他のシーカスの NAS に対してバックアップをかけるとか、USB ハードディスクにバックアップをかけるとか、これ自体の。USB ハードディスクをこれの一部としてマウントするとかっていう機能はもう、大体想像することはみんなできる。ここにフットペダルをつないでもしょうがないですけど。 <laughs> <laughs> ハードディスクディテようのハードディスク4台いるってさすがに重い<ー>ねでねこれを見てもらうと<ー>ここに要するにこういう風にマザーボードが入ってるなるほど、えー、でですねこれがですね、えー、特筆すべきことがですね、うん、まだですねあと100個ぐらいあるんですけど、うん、<laughs> だからですね <laughs> 明日の朝になっても終わらないと思うんで、えー、おっおっ リチウム、えっと、リチウムイオンのポリマーバッテリーがってですね、早とってちゃいけないんですよ。これで UPS の機能もあるんだって思うじゃないですか。あのね、UPS ほどはないんですよ、これ。で、じゃあこれ何にするかっていうと、えっとね、たいね、想定されるのがですね、えっと、うるせえ奴らのラムちゃんが来て、怒った。雷が落ちた時。おお瞬断ってあるんですよ。瞬間的に電気が切れる。ふっとなるぐらいで、おっ。 近くに雷落ちたなっていう感じなんですけど、これがですね、電子機器には致命的なんですね。ところがこれは、瞬断だとかっていうものを感知した途端に、このバッテリーがですね、それをカバーしてくれる。あと、なおかつ、要するに、電気が切れましたとかって言ったら、その時に自動的にこのバッテリーを使って落とす。安全。なるほど。ちなみに、なんかこう。ああ、はい。いた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 。いたいた。 いたいたほらマうオーダーポートがポロリと入ってるやっぱりいました、ねうんこれはいい、ねね、なこれんかねんか燃えてくるなこれはなんかしてやりてなえな、ー、めちゃくちゃにしてやりたいって思うんだけど要するに。 すごい機能満載で、はい、あの、よく使えるわけじゃないですか。はい、か使わなくちゃいけない,い気持ち。あ、そうですよね。あい、まじ、えー。よく、あの、あれですよ。小学校の男の子が好きな女の子。をいじめる。きび、はいはい、もっと追いかけます。のみたいなもんですよおお。ここの表示が有機エル。おお<ー>。ああなるほど。はい